はい、それでは、回答解説の方に参りましょう。はい、もう答え書いてしまいましたけれども、He walked about the park と、これは、彼は、公園のあたりを歩いたと。これですね。はい。あたりに行ったようですからね、これということです。はい、もう一応。walked about him と。香りは彼について話した、喋ったということですね。はい、これで OK ということです。はい、簡単でした。はい。あまりに簡単すぎるので、ちょっと補足をするんですが、about と書きましたけれども、about の代わりにですね、今回は around でもいいです。around。around the park と。これで同じ意味ですよ。彼は、その公園のあたりを歩いたということなんですね。まあ、周辺ですからね、そういう意味があるということです。はい、こっちはどうか。talks about him の代わりに around。使えますよ。使えます。around。意味は似たような意味になりますけども、around だと、そうですね。なんかこう、彼についてなんかすごいくどくど言ったみたいな、そんなようなニュアンスになりますね。まあ、同じような意味になりますけど、まあ、くどくど説明したみたいな感じになります。辞書を引くとそんなように書いてあります。はい、まあ、だからまあ親戚関係なんですね、アバウトとアラウンドは、ね、そういうようなことを、紹介したかったかなということです。はい、よろしいでしょうか。はい、それでは次回までの宿題クイズに参ります。はい、簡単です。はい、この2つだけです。はい、今度はアラウンドを単独にしました。さっきと同じ周辺なんですけど、周りにという意味で、アラウンドはアバウト と、違う点を挙げればですね、やっぱ、まあ、基本的なイメージは円、円っていうか、まあ、円なんですけど、アラウンドというぐらいなんだから円なんですけど、周りを取り囲んでる感じですよね。なんか対象物があって、それをこうぐるりとこう取り囲んでる、そういうイメージがアラウンドにはあるということです。それを踏まえて、they stood around the table。はい、これの意味を、作ってください。はい、日本語の訳例を作ってください。もう一丁、これは about、around、どっちでもいいんですけど、近似値、約、およそというような意味ですね。イメージとしては、まあ、ここに10があるんですけども、まあ、この周り、近いところと。というような意味で、約とかおよそという意味ができたと。答えてほしい問題は、about 10 minutes、あるいは around 10 minutes と、こういう、まあ、塊を作っちゃいました。今回文じゃないですけど、これの意味を作ってください。はい。簡単です。いいでしょうか。この2つだけです。はい。いいでしょうか。今からメッセンジャーやる方は、こちらの答えをお願いします。はい。それ以外の方もね。ちゃんと答えをね、作って、それから次回のビデオの方をお楽しみにしてください。